父さん。お父さん？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あの犬についていけばいいかな。お、ちょっと待って、これ拾っていく。葉緑茶、あれか、そこの犬と猫は気づかないのか。あ、扉や扉。あれはどこに続いてる扉？ちょ、待って、拾いたかったんですけど。ん？これって扉？あ、消えた。消えちゃった。この中はどうなっているんだろう。てか、あの二人は、まだガシャ回してるの？あ、開いた。鍵関係ないんや。ひもじ。待って待って待って、でかいよ、ひもじ。え、怖い怖い怖い。え、ひもじ？なんだ、びっくりさせないでよ。ひもじい、こんなんじゃなくね？怖い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 。ちょっと待って。ひもじいってこんなに怖い感じだったっけ？いや、怖すぎやって、ひもじい。ひもじい。誰なの？やばい！やっぱり違う。俺の知ってるひもじいじゃない。もっと可愛いもん、ひもじい。ひもじい。なんなのなんなの、でかいよ。やばいやばいやばい。来て、ジバニャン。バカ車中じゃないの。今日はよく呼び出されるにゃんね。ひもじなんか怖いんですけど。ジバニャン、あの変なひもじをやっつけて。いやそう。にゃんだかわからないけど、こうなったらやってやるにゃん。なんこの気持ち悪いひもじ、よだれためすぎやろ。あ、そっか、バクがおるんか。バトル中に時間が過ぎていくと妖怪の必殺ゲージが溜まっていきます。必殺ゲージが最大まで溜まると X プラス A 同時押しで妖怪がグレート化、一時的に強くなります。グレート化している間にさらに X プラス A 同時押しで必殺技が使えます。しかもタイミングよくボタンを押したり連打するとテンションアップ、必殺技が強くなりますよ。ただし、一度のグレード化では必殺技も一度しか使えませんので、チャンスを逃さずに。ゴーゴー！何、難しいよ。何言ってんのかわかんねえよ。ん？ X と、ね、あれか。まだ関係なかった。まだ関係なかった。とりあえずこれで、YP を吸い取り。吸い取りー。はい、満タン。いやー。こっち向いて攻撃してこないで、怖い。お、グレート化で全能力アップ。おっと、これはできてないんすか。よっ、吸い取る。はい、よっきー、満タン。はい、グレート化できてんの、あれなんか全然わかんないんだけど。引きこもり発動、隠密状態になったらしばらく狙われない、そんなのがあるんですか。二人がお亡くなりに。大丈夫、ちょっと、はっ、ギリギリで拾っていくやつ。ちゃんと経験値は入ってくるのね。ひもじい強っ。怖いひもじをやっつけたにゃん。やったね、さすがジバニャン。ちょっと、何私抜きで勝手に盛り上がってんですか。にゃウィスパー、お前いつの間にここまで来たにゃん。にゃまあ、ウィスパーと一緒に戦ってもどうせ大して役に立たなかったけどにゃん。だとこのジバ野郎。おお、なになに、なんか変わった。またひもじの、ご飯の時間はまだじゃろか。姿が変わった、ホラーな見た目ではなくなりましたが、こっちはこっちで妙にリアルですよ。結局でかいんよね、なんか。ご飯、ご飯。目が怖い、目が。消えた。どういうこと？いなくなっちゃった。ミスパー、あのひもじいって何者なの？知らないとか。もちろん知っていますとも。少々お待ちを。またカーニングしてるにゃん。お約束にゃんね。検索するなら私でもできるんじゃなかろうか。
で、この扉は何なん？こっから出てきたよね、ひもじ。ん？開かない。にゃん？おかしいにゃんね。さっきひもじを開けたにゃんよ。この扉、鍵でもかかってるのにゃん。鍵？あ、じゃあやっぱりあの鍵使うってこと？もしかして。ミス？それはさっき妖怪菓子から出てきた鍵じゃないですか。え、まさかそれで扉を開ける気でウィス？なの無理に決まってるじゃないっすか。そもそも危険すぎますって。開けたら何が待ってるかわからないんですよ。いけいけいけ。どうしよう。まぶしいにゃん。ほら反応しよる。なんだろうこの鍵。まるで扉に引き寄せられるような。ちょ待って、先にこっち拾っとく。はい、カップラーメン。謎の扉に鍵を使ってみますか。はい。どこが鍵やな。いやいや、いくらなんでもそんな得体に知れない鍵なんかで開くわけが。お、あー、そういう感じ。勝手に開くの。差し込むんかと思った。本当に開いた。なんでそんなバカな。目が飛び出し、あいないな。早く中に入ってみようにゃん。うん、行くよ。危険じゃない。お、出てきた出てきた。でもこれはどこ。公園。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。ここどこにゃん。うーむ、人間界のようですけど。まあそうやね、普通の公園だよね。見たことはない公園。ちょっと待って、扉が使えなく。いやはや一体どんな恐ろしい場所に出るのかと思いきや、なんか意外と普通だったね。にゃん、ワクワクして損したにゃん。にゃん、あゆな、なんかお腹空いてきたにゃん。あ、しょうがないな。じゃあ帰っておやつでも食べようか。嘘、扉が使えない。いつの間にか閉まっちゃってるにゃん。危ない。まずいですよ、これ開かなかったらお家に帰る手段が。どうしよう。ああ、この世界で生きていくし。なに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 。私なんか嫌な予感がするんですけど。なに。わかってるにゃんね。せーので振り向くにゃんね。先に振り向いた。せーの。なに。なにあれ。あれ、ヤマタノオロチ。ヤマタノじゃない、マガノミツキュミツクビジュミツマタノオロチ。これ目を攻撃すればよかったよね、確か。てかいきなり、こいつボスじゃなかったっけ。うわー、いきなりの戦闘や。三つ股の土、なんかピンみたいなのを目に刺さんといかんのじゃなかったっけ。はい、バトルスタート。妖怪が使う技や必殺技の中には取り付け効果がつくものもあります。良い取り付けがかかると特定能力がアップしたり、ダメージを受けない無敵状態になったりします。悪い取り付けがかかると逆に能力がダウンしたり、混乱、石化などの悪い状態になったりします。取り付けは時間が経つと元に戻ります。技やアイテムですぐに解除することもできますよ。石化などはスティックをガチャガチャ動かしたり、ボタン連打で早く解除することもできます。2種類の取り付けは使いこなしも超強力。攻撃だけでなく賢く戦いましょう。ゴーゴー。難しい。てかちょっと待って、あれよ、あれ、これはさ、いやー怖い。ピン刺したよ。ピン刺した、ピン刺したよ。何、おっぺっしょって。なんなん、おっぺっしょって。はっ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 、怖い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 。得意特性が判明、火はあまり効かないようだ。火があんまり効かないって。これ思うんやけどさ、何これ、これ何、これもしかして引きこもり。あー、ジバニャンもいないんですけど。おっぺっしょってなんやねん。怖い。取
ゲージはあっちこっちにせんといかんのじゃないか。狙ってくよ。はい、ピン。いやピンピンピン。やっ、はっ、これで狙って、あーちょっと待って、怖い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 、ぬっちょりスタンプやめて。あれ、これは容器水通るか、なに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 、あ、どっちにしろ倒せん相手やったってことか。ふう、死ぬかと思った。誰、危ないな。間に合ったか。なに、高校生か何か、中学生。妖怪探偵団参上。誰、君、平気、うん、ありがとう。あ、妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチ、水、さ、立って。はい、ってことは周りの妖怪たちも見えてるってことよね。私たちもついてるから一緒に頑張ろう。なんで一人だけああいう格好してんだ。え、一緒に戦う、マジで。結局戦わされるんすね。好きな人と一緒に、好きな人と一緒で、なんだって。とにかくあいつおとなしくしなくっちゃね。ですね。はい、あいつは目玉が弱点、十字キーで、十字キーでちゃんとやったよ。ティ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 、セキカビーム、気合いの一発。は、全然狙いんくね。あ、怖い。ピカキ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 、サボってるよあいつ。今ジバニャンさ、自信にそうなんだけど。ビリビリ、回復してくれたの、ありがとう。回復とかあるの。にゃ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 、どうやったら目玉がちゃんと狙えるの、ちょっとよくわからないんだけど、怖い。あ、気合の一発、長押し。何、ありがとうございます。コウモリがなんか言ってんだけど、なめピロン、てててててて、て待って、はい、人に変わった。これで近くから、あ、これはないよー、 IP がないよー。よし、やばそうな攻撃が来ますよ、回避してください。はい、うー、なんだあれ、ドタバタラン、そのまんまって感じやけど。いやー、敵コウモリ気をつけて、グレートから出る能力アップ。どこや、ジバニャン、ちょっと待って、これで百裂肉球、ダダ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 、これで月コウモリもやろう。あ、違う、バックか、あれ使えんやん、違うんか。とりあえずこれで、大丈夫か。陽気消灯と IP がゼロだ。はい、陽気水通り、怖いよ。はい、吸い取って吸い取って、 OK、 満タン。お、ふぅ、助かったけど、あのお姉さんってにゃんか誰かに似てるような感じはするけどにゃん。誰、ほや、ジバニャンもですか。じゃあ私もそんな気が。誰に似とるって、銅のこけし。全然誰も思い浮かばんねえけど。ねえ君、それ妖怪ウォッチだよね。うんうん、うん、あ、お、何、共鳴してるの。
やっぱり君が私のお父さん。お父さん？え？未来？誰と結婚してるの？俺がお父さんってどういうこと？ごめんごめん、急に言われてもパニックだよね。それじゃあこれから私がわかりやすく。何？ん？ミッチー復活。誰誰誰誰誰ミッチー？お？さっきの？ミッチー上の空。でも顔3つあるけど、三つ股のづちではない。説明しよう。私の名はミッチー。説明になってる？それ悪しき力から解放され、正義の心を取り戻した妖怪ヒーローだ。ポーズはいらないけど。何してんの？あんた、さっきの暴れっぷりはどういうことよ。なんで急にシャドウサイドになったの？はひん。あー、いや、それはですね、急にお尻に変なものが刺さったと思ったら、あとはやっぱり三つ股の父なんや。さっき暴れたのって、もしかしてあの三つ股の父？その通りだ。そしてあの三つ股の父は、なんとこの私がクールに大変身した姿なのだ。見た目から全然違うんですけど。驚くのも無理はないぞ少年。あちらの妖怪たちも混乱しているようだしな。怖い怖い。え？何あのジバニャンもどき。ウィス？なんなんですかあなた。ウィス？あなたこそ何なんですか。羊だね。お前何感つけてくれてるにゃん。あの見た目でにゃんって言うんだね、怖い。お、俺んち何も見てませんにゃん。ウィスパーとジバニャンみたいな妖怪がいる。っていうかさっきから何が起こってんの？将来ああなるの？気持ち悪いな。あの子大丈夫かな？だいぶ混乱しちゃってるみたいだ。まあ無理もないよ、いきなりああなる見たらな。確かにそれはそうかも。じゃあ説明するのは一旦ストップ。え？ストップされても。ねえ、よく考えたら君って私たちのこと何も知らないんだもんね。当然、うん、そうだね。それは混乱して当然。というわけでまずはみんなのことを教えないと。じゃあしばらくの間みんなと自己紹介を兼ねて話してみて。それで頭が整理できたらまた私が詳しく説明してあげるね。あ、わかった。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もう未来にはなんか同じような妖怪たちがおるみたいやけど、だいぶリアルというか可愛さがないよね。気持ち悪いんだけど。